世界の遊び対戦やっていきたいと思います。僕たちが暮らすこの地球、この地球の上で僕たちの祖先は石や紙を使ってさまざまな遊びを生み出してきたんだ。そんな世界の遊びを紹介するのが僕、遊びガイドのラッセルです。よろしく。君のことを少し教えてもらえるかな。はい。ああ、名前打つとかじゃないのね。どれにしよう。特に意味はないですか。これでいきます。あ、キャラデザがあるのね。待って、キャラデザがあると思わなかった。ちょっと待って。あ、好きな食べ物、なんだろう。チョコ好き。うわ、でもこの中でいくとさ、スモークサーモン惹かれるんだよね。欲しいもの、欲しいものか、欲しいもの、なんか、あ、猫、猫欲しい、猫、はい、OK です。なんか動物も物になっちゃうんですね。好きな場所は山、まあ、東京が今のところはお住まいですし好きですね。ここにしましょう。これがマイフィギュア。ゲームの成績を確認できるよ。はい、あ、オンラインで公開されるんですね。わかりました。接続しています。なんか今回これ全く体験版とかもプレイしてない状態で始めたので、どうなるか楽しみです。おや、この音はファンの音しか鳴ってない。おお、最初の遊びガイドが到着したみたいだね。まずは彼らのおすすめを聞いて遊んでみるといいよ。では僕はまた後で。なんだっけ、ラッセルさん。あ、これいっぱい選べるんだ。あ、すごい、もう選べる。うわーい。あ、やばい、日本どっ、ちょっと待って、あ、ここか。任天堂のアナログの遊び。あー、なるほどね。この遊び知ってますか。これはタッチで対戦はできなそうだな。すぐに遊べる世界の遊び。どうしよう、これにしよう。すぐに遊べる世界の遊び、いいですね。最初から。世界には知られてないだけで新しい遊びが、間違えちゃった。世界には知られてないだけで楽しい遊びがたくさんある。まずはすぐに遊べるものをセレクト。遊び、このすぐに遊べる世界の遊び、このガイドを呼びましょう。はい、わ、いっぱいある。ちょっと待って、あ、花札やりたいな。花札好きなんですよね。でもなんか花札ってさ、点数いっぱいなんか調べか、やり方あるよね。え、待って、思ったより、お、あれ、あ、なるほど。このハリムさんでおすすめされたのがさっきのあのウサギのやつとか、あ、これかな、ウサギと両言読めるよなのか。で、あ、全部のやつがあってからのここまでが51ってことなんだね。え、ハリムさんのやつじゃないんだけど、花札やりたい。花札やりましょう。おお、あ、説明があるんだね。日本の伝統的なカードゲームだ。お、セリフ付き。移りゆく四季をデザインしているのね。1月は松に鶴。おお。2月は梅にウグイス。こんな風に1月から12月まで4枚ずつカードがある。季節にちなんだ花と動物なのね。へえ、花札ってこれ好きになってたんだ。なんかイノシカチョウとかさ、そういう語呂で覚えててとかやってたけど、月があるんですね。全然知らなかった。この柄が懐かしいですね。
あ、これこれ、いろんな役を作るゲーム。ちなみに、はい、ちなみに、ちなみに12月の霧のカードには、はい、あ、任天堂任天堂のルーツがわかるカードゲーム。おお、オリジナルを加えてくる感じですねあ、待って、今気づいたけど右上に自分のプロフィール出るんですね。恥ずかしいな、まあ、いっか。 CP の強さ、あ、普通から選べないや。花見で1杯、月見で1杯、あ、ありでいいんじゃないかな。3回戦が最短かな。じゃあ3回戦でやってみましょう。花札、宮城目、これ、おお、月で順番があるんだね。あ、なるほどね。ちょっと待って、懐かしい、全然、あ、待って、どう、覚えてない。どれ取ろうかな。でも、あ、でもこ、イノシシ持ってるから、あ、でも月見いっぱい、花見、あ、持って、でも取れないか。ってなると、でも鶴取っといた方がいいんじゃないかな。うん、雨も、あー、危ない、気球やんな、気球じゃないや、気球だ、当てた、やなくてよかった。あ、でも取っといた方がいい。あ、これ赤タン青タンもあるのかな。とりあえず点が高い順で取ってこうかな。お、ラッキー、桜も参考、へへ、こいね、恋恋のシステム未だにちょっとよく分かってないんだよね。恋恋しちゃえ、分かんない。あ、恋恋って、あ、やったら終わっちゃうのか。なんかやらなきゃよかった、待って初心者みたいな、しゃ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 なことしてる。赤タン取っとくのもいいな。あ、赤タン狙おうかな。でもする、いや、赤タンでいこう。あ、青タンも欲しいけど、こっちでいこう。相手に取られちゃうのも良くないからね。月見でいっぱい、花見でいっぱい。うわ、どうしよっかな。でも先に取っちゃおっかな。あ、イノシカを阻止、いいですね。あー、なんかあっち結構いいの取ってるな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。でも青タン取るか。あ、あ、待って、今気づいたけどさ、赤タンあれじゃん、雨の、雨じゃない、これなんてやつ、松のやつじゃん。やったわ、やらかしました。カス出すしかないのか。雨出て、雨取られ、あ、大丈夫か。うわ、なんかもうミスってるよ。月見でいっぱい、花見でいっぱい。恋恋が止まっちゃうやつだよね。でもこれ結構いい感じだから上がりましょう。上がり、はい。あ、そっか、これで恋恋と上がりで恋恋したままだとこの点を集めていきやすいってことなんだね。なるほど、わかりましたよ。3回目にして分かりました。わ、次はでも青、いや、気境進みやすそうだな。でも、まあ、シカちゃん取っとこうかな。で、カス捨てるとした時にイチョウの葉にすればいいかなって思う。どうかな。赤タン阻止しとこう。なんかもう阻止する感じになっちゃった。ラッキー、あ、取られちゃった。どうしようかな。意外と今のところおしょぼなんだよな。あー、なんかあーしか言えないけど、まあいいでしょう。はい、イノシシ取られちゃったよ。じゃあ、まあ、
取れるけど取らない方がいい気がするな。これでいこう。わわわ、もうやだよ。まあ担当とこかな。おー、ラッキータン。うわ、これでもしてもいいんじゃないかな。おいこい。うわー、手元になくなってきちゃった。あ、逆の取ればよかった。あー、なんかやんなきゃよかった。もう絶対やんなきゃよかった。やんなきゃよかった。待って、もう本当にさ、はまり。今のカスが悪口に聞こえてきましたね。まあでも無事に勝ちました。これ見てる人楽しいのかな。わーい。日本では花札を130年以上前から作って売っているぞ。そうなんだ。今ゲットしたのは誰かに言いたいゲームのトリビア、ドヤ知識。たくさん遊んでどんどん集めよう。なるほどね。これを一個ずつ集めてくってやつか。うちのママ様の名前、ナオミがプレゼントを持ってきました。ありがとう。あ、これでどんどん強いになってくんだ。強いやりたいけど、ちょっと次に行きましょう。で、麻雀ってさ、一回やってみたいんだけど全然やったことないんだよね。やったことないってか、わからないんだよね。ちょっと漢字苦手で。まあ、日本のゲーム好きなんだよな。でもブラックジャックやりたい。ブラックジャック、やばい。さっきの最初の誰だっけ、カードを配ります、ハリムさんのところ全くやってないね。ブラックジャック、はい。21に近い方が勝ち。はい、さあ勝負です。さあ勝負です。6か。21にはまだまだ、6まだまだだね。カード引きますか。引きます。ヒット、ヒット。なんかこれ16、やっぱさ、今手札見ててディーラーさんは置いといて4人いるじゃないですか。20。今松田一人でやってるわけなんですけども、友達が欲しいところですね。誰か通信してくれないかな。悲しいので一人でブラックジャックしていこうかな。21を目指すゲーム、ブラックジャック。あなたの勇気が試される。これでも楽しいよね。これ今敵というか相手見てた時にさ、相手がディーラーになってたけど、なんなんだろう。ダブルダウンはありです。5か10か、じゃあ5でいきましょう。基本的に動画内では短くゆるゆるやっていけたらなって思ってます。オッケー。なんでそんなみんな微妙な38とか出すの。松田も微妙な20。うわ、13、全然まだいけるな。これ21超えてもダメなんですよ。ヒット。うわ、やっちゃった。もうやだ。しかもでも相手ディーラーさんブラックジャックだから、ま、みんな負けならいいや。幸先悪いな。さっきの巻き返したいのでという理由で40。2 7。ダブルダウンだと足りないんだよ。まだいける。あ、いいね、いいね、素晴らしい。スタンド、いいよ、これは勝てるんじゃないかな。はい、次いく。おお、よかった。いや、やっぱね、松田は負け知らずなんですよ。どんどんとコイン貯めていきましょうね。コインというかチップか。チップってさ、かっこいいよね。いやー、がっつりいきたいので50ぐらいかけてもいいんじゃないかな。お、51。なんか微妙な反抗してきたね。10、うわ、18、18、18、ダブルダウン
でやるかやらないかみたいなとこでいき、あー怖いの。でも3でしょ。ダブルダウン。ダブルダウン。待って、もうやる。こう、あー、こう、あー、いや、もうやだ、もう本当にやだ。なんかディーラー強すぎません？待って、てか待って、今気づいたけどメガネの女性の方普通にマイナスじゃん。あ、てかこれ、あ、なるほどね。あ、どこまでかけられるのこれ。あ、100までいけるんだ。え、じゃあもうマイナス背負ってさ、やってこうよ。いいよ、臓器でもなんでも売りましょうじゃないか。14か。いやでもヒット。もうやだ。なんでさ。ディーラーも強ければ私もちょっとや。待って、ラストもしかして。いや、やばいやばいやばい。これ100でさ。これ100で勝ったとしてもよ。あ、でもダブルダウンすれば200か。あ、いけるのでは、いけるのでは、自分の力じゃないけどいけるのでは、いけちゃうのでは。ダブルダウン。うっそじゃん、もうやだ、もう。ねえ、これはひどいって。前半の幸先の良さからよ。豚の尻尾ってなんだっけ、これやりたい。豚の尻尾。トランプしかやってない、どうしよう。変な名前。豚の尻尾ってくるって巻いてるでしょ。言葉が変な名前はちょっとよ。このゲームではトランプを輪っかに並べるから、はい、それが豚の尻尾に似てるのよ。そっか、そっか。まず1枚カードを選んで場に置く。こうね、こうね。同じマークでなければ OK。 なるほど。同じマークだと、だと場のカードを全部押し付けられる。うわ、結構結構えぐいね。ブー。え、終わり？え、この場のカードをもらってどうするの？先手 1P CPU ランダムでいい。ペナルティ出せる出せないって何？まあ、わかんないから出せる。行きましょう。カードが少ない方が。あ、2人でやるんだ。ブーブー、音かわいい。ね、これな、もうね、これさ、ひたすら押してるだけなんだけどさ、見てて楽しい？松田はもうよくわかんないよ。え、これどうやって減らせるの？何、どういうこと？あ、こっちからも出せるんだ。え、わからないけど、どういうこと？あ、なるほど。手持ちは減らせるけどよっていうね。あー、全然わかんない。あ、ラッキーだった。いけ、いける気がしてきた。あ、なるほど。ペナルティーっていうか、それがあると相手がミスをしづらいって、こうやって渡されるっていうやつか。理解したよ。もうね、なんかスペードしか持ってないね。スペードばっか出てる、ね、ちょっと待って。いや、だからスペード出したいんだって。クロバだよ。スペード出し、あ、間違えたな、こっちがいいんだな。スペード出したい、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 スペード出したい。手札なくなった。やった、ラッキーじゃない、これいいんじゃない。これで、これがクローバーじゃなかったら勝ちだよね。クローバーじゃないか。もう、あ、でも
札的には圧勝じゃないですか。え、これなんか必勝法ありそうだね。スピードいいじゃないですか。スピード、スピードやるよ。やる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 。カードを配ります。つながる数字のカードを素早く出すんだよ。なんか薄々思ってたけどさ、このフィギュアの声結構癖あるよね。かわいい。反射神経と瞬時の判断がものを言う白熱バトル。そうだね、反射神経だよね、このゲーム。ほらほら、よそ見してると。あ、ずるい。およジョーカー、あ、まあ、ありでいいのかな。はスピードってさ、なんだろう、このカードでシュッシュッってやるのが当たり前だったから、ゲーム機でやるっていうのが違和感ある。あ、でも昔ゲームボーイの時にさ、お茶犬のゲームがあったんですよ。お茶犬懐かしいな。お茶犬のゲームでカードゲームがいっぱい詰まってるやつがあって、それの時にやってた気がする。やってた気がするとか、やってたからできると思う。なんか何年ぶりにやるんだろう。スピード出せるものがない。嘘。スピード出せないよ、出せないよ、出せない。なんか出しちゃおう。絶対違うの出せばよかった。2、あ、間違えた。2、1、13、1、13。ジョーカー2、3、9。同じ3出せないもんね。はい、9、5。あ、楽しい。スピードいいね、やっぱ楽しい。これ8切りみたいなのないんだもんね。あ、間違えちゃった。9、8、10。あ、10出せたんじゃ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 んって書いちゃう。出せるものがありません。12、あっちがゆっくり出してくのね。スピード、4、あ、4出さなきゃよかった。5の方がよかったけど、勝ったからセーフ。なんか意外と意外とギリギリじゃなかった。あれ、これスピードもう一回やりたいね。普通強いすごいはまだわかるけど、やばい CPU って何。なんか弱い普通強いとかじゃないんだね。やばいんだね、相当だよ。7、8。あ、6出さなきゃよかったな。4、6出せない。6、8、11、12。出せるのがない、出せない、間違えた。楽しい。ウキウキしちゃう。1、2、ジャックが出せない。9になっちゃった。なガチャッチャ。4、5、10、11、12、13、1、2、3。ジャックで90。へい、いいのでは。ガンガンいくよ。やばいが気になってしょうがないからやってこう。出せるのがないな。スピード、あ、そっち行っちゃったの。出せないよ、ずるい。あ、5しか出せない。3、9、8。あーあーんあー、6、待って、7、6、11。あ、間違えた。こっちでこっち、あー危ない、間違えた。こっちがいい、あー危ない。あ、間違えた。こっちがいい。もうね、敵強くない？ちょっと待って、強くない？あー、もうこれやばいな、やばいって、やばいって。
あ、違うよ、君やばいじゃなくて、君はすごい。負けるわけにはいかないんですよ。もうね、ま、ね、おー。いや、ちょっと本気よ、ちょっと本気よ。出せない、うー、怖い。早く何？あー怖いよ怖い、このゲーム怖い。うわー怖い、無言でやってる、無言でやってんのに怖い。間違えた、9じゃん。あ、いけんじゅ、いけた、いけた。おいしょ。なんかもう途中うーっていうのしか言ってなかったんだけど、あ、勝ってったよ。え、やばいって本当にやばい気がするんだけど、やっていいかな。うわ、なんか強そうなメガネの男の人になってるボス。いいでしょう、先になくそう。なんか手札悪くないですか。19、ここだよね。あー怖い。これで出せるようにしてあげて、3で4、あ、待って、5、4。うわー怖い。7、8、あー出したかった。出したのかもすらわからない。3、2、9、10、あー出せない。12を出したかったのよ。13で、12で、2で、すごい待ってくれるじゃん。もうね、でもね、待って。でもさ、これ勝てるんじゃないかな。勝てそうな気がしてきたよ。いけるいける、やりましょう。6、7だね。あ、でも6出して多分こっち行かれちゃうから、こっちを先に出して2を取られて3、2って出せばいいんだよね。 OK。 9出しておいて、9、8、7、6、6、5、6じゃない、7、9、13、出させてくれないね。12、4、4も出させてくれないね。間違えちゃった。お、ね、今これ勝ったと一緒じゃん、もう。え、これだって手札でやるスピードだったらギリギリ出せてドローじゃないの。ゲームに切れ始める松田咲。え、出す、あ、7か。もうやだよ、何も出せない。そういうのずるくない、先にさポンポンって出しちゃうの。待って、リアルに怖い。あー危ない。あー、次いけるのでは。何度目か分かんないけど、何度目かの正直だよ。どっちもジョーカーなんてことあるんだ、すごいね。765か。13、どっちも出せない。スピード、どっちも出せない。スピード7が出せて、でも8で6来るよね。で、ここで5を出して、あ、いいのでは。11、19で12出しといて、11で13で1足す11だった。めっちゃカチカチやっちゃう。
じゃあなんでそんなスムーズにトントンやってんの？トントクトン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 。トントクトン。ねえ、ちょーねえ、意地悪しないで21131。あ、いけたのでは？勝った！よかったなんか、喋ってはいるけど、かなり実況放棄したんじゃないかな。まあ、考えてみたら真面目に実況をしていた動画がそこまでなかったっていうのはあるけど、はい、スピードをクリア。なるほど、51個全部カップトロフィーつけたいですね。頑張りましょう。はい、ということでありがとうオリビア。大富豪ラストカード、うわー、いろんなのやりたい、楽しみだ。ということで世界の遊び対戦、次回もやっていきたいと思います。